は、ザ・マットカプセルマーケッツのグッズ紹介動画ナンバー04。今回はマット初期の頃に販売されていたパンフレットについて、マットにパンフレットなんて存在したの？って驚かれる方もいるかもしれませんが、実は3冊存在しています。一番初めに販売されたマットのパンフレットは、1993年7月22日、クラブチッタ川崎で開催された単発ライブ、ボディーカニングのパンフレット。A4 サイズの全16ページで、中ページに文字は一切なく、このパンフレットでしか見ることができないメンバーのかっこいい写真がたくさん載っています。価格は1冊1500円だったようです。続いて2冊目のパンフレットは、リーディング SSM ツアーで販売されていたパンフレット。こちらも A4 サイズの全16ページで、カラーページも多くかっこいい写真が満載。そしてこのパンフレットにはマットのマネージャーのサイスさんのロンドン日誌が載っていて、ロンドンでメンバーがどんな風にレコーディングしていたのかや、ロンドンでのメンバーの生活を少し読むことができます。このパンフレットはツアーグッズとして各会場の物販でも販売されていたようで、1冊2000円だったそうです。3冊目のパンフレットはハイインディビデュアルサイドツアーのファイナル。1995年1月28日と29日の 2days 渋谷公会堂公演の時に販売されたパンフレット。写真の点数も多く、アルバムパークのバンドスコアに掲載されているようなかっこいいメンバーの写真が満載。こちらも A4 サイズの全16ページで、価格は1冊1500円だったようです。このパンフレットを最後に、マットグッズとしてパンフレットの販売はなくなりました。ということで、今回はマットのパンフレットについて語ってみました。また次の動画も見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。